黎明の戦女神は、中里徹氏、著、田坂慎之介、イラストのライトノベル。電撃文庫館。今夜間と呼ばれる生き物の出現で人類が世界大戦を起こし、近代文明が滅んだ、近未来の世界の日本が舞台。全4巻。突如現れた妖精と共に出現した、今夜間の暗躍によって、世界中が不安定になり、やがて世界大戦が起こった。 コンピュータを破壊するウイルス兵器、油田を破壊する新型生物兵器、そして各弾頭等ありとあらゆる兵器が使用され一週間で世界の国々が壊滅し、近代文明が崩壊し地球の人口が十分の一になった大破局。それから6年が経った日本。中央政府が消滅し、生き残った人々は残された近代兵器をかき集め、 日本各地に軍事力を持つ集団がそれぞれの勢力範囲を作り戦国時代のようになっていた。そして元神奈川県一帯を勢力下に置く両乱の軍団のリーダー藤沢梓と今夜間の力を捨てた少年峠正樹が出会った時、事態は動き出す。天にあやかし霊性が現れる時、その光に導かれた人間が覚醒して現れる存在。 常人を超える肉体能力に加え、数々の超能力をも操る。文明がある程度に発展したとき、それを破壊することで新たな進化を促す存在だとされるが、破壊願望や権力欲に取り憑かれ、人間にとって変わろうとするものもおり、その実態は一様ではない。リーダーが相模と名乗っていることや、あやがし冷性と共に現れる設定から見て、モチーフは天狗。 アイバは T 反応体と呼称している。能力を発動する際は顔に入れ墨のような光る独特の文様が生まれ、背に猛筋のような光の翼が生まれる。地球と火星の中間に出現した謎の星。直径2万4000キロと地球の倍近い大きさを持つが質量はゼロという常識を超えた存在である。その光を浴びた人間は、 闘争本能や再疑心を刺激され相争うようになり一部は今夜間に覚醒する。太平記において争いを呼ぶ星として記述されている。ありがとうございます。